ニンニクも臭くなくったらな、もうバコ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 食べて美味しいんだけどね、本当に。ということで、こんにちは。ああ、ちょ、そこのせっかく動画を開いてくださった、そこの視聴者さん、ぜひね、最後まで動画ご視聴いただきたいと思います。チャンネルボタン、チャンネル登録ボタン、を押してね、いただけると本当にありがたいです。よろしくお願いします。楽しいチャンネルにしていきたいと思いますので、ね、あなたの一登録が私の命と世界を救う。この2つを救えるんだったら、ワンクリックしていくから安いもんじゃないですかね。じゃあ、ズーン。カラスの命は、残酷だ。ちぎれていきます。こっちやね。おー、すげえ。さあ、結晶。お、さすが綺麗好きカラー、ん?カラー、綺麗好きカラス。うん。おー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 おお。今なんか組みつかれた?美味しくいただかれた?大丈夫?で、どっかにね、サンカちゃんがね、どっかの場所、あれ聞いてない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 。あ、ごめん、ちょっとごめんね、申し訳なかった。アナルに爆薬はちょっと強烈すぎた。そうだね、せめてパールだよね、入れるとしたらね。なんか中でシャー言うてるね。まあ僕が起こしたんですけどね。じゃあ出てくる、出てたよ。カービィのゲームもすっかりやらなくなったな。昔は家族とかでさ、4人プレイとかができるようになってきたタイミングとかすごい面白くてよくやってたんだけどね、もう今じゃすっかりやらなくなったよね。今そうそう、ポケモンのさ、バイオレットとスカーレットの新作が出たんで、でスカーレットをね、これあ、出てきた出てきた。あ、出せるんだ。へぇー。聞かしてった。さよなら。うん。ちゃんと出せるんだ、ここ。知らなかった。ん?あ、なんだ、ただの雪。ただの雪のよう。あ、違う。で、この中からなぜかお金が出る。3万レイ。そろそろあれだよね。さあ。どっかに、これを開けたら出てくるのかな?いるんだね。どっかから出てくるんだけど。あ、気づくかな?気づくかな?欲しい。これ結構怖いよね。見た目がね。そして速いし。そのズボンのサイズがどう考えても体積的に広がらんのやと思うけど。どうなってんだろう。餌場だった。実験成功っていう感じで、ストーカーいつもね、タイナントとかネメシスとかドミッちゃんにね、どんなサイズが出てきたから逆に今度追いかけてやろう。みんな分かってるよ、みんなが言いたいことは分かる。そろそろ飽きてきただろう。終わりだ。お疲れ様でございました。体力はなんぼなんだろうな。8000くらいなのかな。今、一応マグナムの威力が、4500でマックスにしてますんで、ウルフスベインがなんかね、マックスサイズできるようになったみたいな、聞いてたような気がするんだけど。まあ、そんなことどうでもよいんで、井戸のハンドルでくる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 。誰が回してんねん。オッケー。じゃあ戻りましょう。ファッションショー。くだらないでしょう。寒いでしょう。もうここは用がないかな。じゃあ、あとはこっち進んでいって、金属球をゲッツしちゃいましょう。で、バイオレットとスカーレットも買ってね、先週の土曜日だったかな?買った、か、ちょっと拾えてる?拾えてる?買ったんですよね。バイオレットの子買いまして、まあ、バイオレットとスカーレットのどっちの、ポケモンの方がかっこいいかな、みたいなことを言って、まあ、じゃあ、バイオレットの方がなんか、かっこいいんじゃねって、スケルトンだしみたいな感じで、ね、買ったんでね。まあ今ちょっとそれを楽しんでるんですけど、でも最後にやったポケモンがダイヤモンドパールだったんですよ。だから本当に5世代ぶり、バイオレッ
じゃあ、ダイヤモンドパールが、確か、第4世代かな。だから第5世代、ブラック&パールで、ソード&シールド、YX、あと何だったっけ、なんかあったんだよね。だから今、第9世代になるんですかね。その、バイオレット、スカーレットが。になるから、だからそれを考えるとね、本当に久々の新しいポケモン。だから第4世代までやって、そっから4世代分丸々スケスケになっちゃってるんで、まるでこの今のバイオの世界のようにスケスケになっちゃってるから、ジュリンって言って戻ろうか。あ、パスって言ったけど違うわ、ここ普通に館内でやってる。そうになっちゃってたんで、だからそのまあオープンワールドでね、すごい今楽しんでポケモンを一個一個成長させたりとかして、一体一体成長させたりとかしてるんですけど、レベルアップとかさせながらね。だからこれがその今出てきてるポケモンたちっていうのが、果たしてそのなんて言ったらいいんだろう、その今回のスカーレットバイオレットだっけで出てくるポケモンなのか、そのま、あの見たことのない第4世代まで、あ、違う、その抜けてしまった4世代分のポケモンとして出てきたやつなのかとかっていうのがさっぱりわからないんですよね。っていうのがあるんで、まあ果たしてね、ちょっと、あ、なんかこんなバコンってされてたっけ、ねえ、だからこれが、あれ、なんでここに500レイ？バッツ。果たして正しい。あれ、なんか今、カラカラカラーンって。あ、なるほど。へえ、ここ踏みつけていくという、そんな荒技ができる。ここら辺の、その、調合系も全部売れたらいいんだけどね。調合の数足りてたっけな、ほら、見てもスケスケでしょ？ね。透けるのは、あれなんですよ。もう、あの、女性のあの服だけでいいんすよ。こっちか。こっちに打ち込んでるけど無理か。ちっちゃくるくるくる、ね、だから、まあ、果たして今あの 3時間か4時間くらいやって、ようやくテーブルシティ最初の街というか、街2つ目の街になるのかな、ね、その主人公が通う学校のある街に行くことができたっていうね、そういう街なんですけど、あ、ちょ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 、押し出さないで、締め出さないで、投げ出さないで、で、ここどこに何かあるわけじゃない、あ、斜め下。この矢印の方向に何かあるってことだよね。あ、あった。あれ？あ、拾えた。これを初めて気づいたわ。知らんかったわ。やっぱゲームの隅々はちゃんと見るべきなんですよね。こっちに何もないはずだから、こっちでいいね。あ、チェキキン。どうしてここにいるんでしょう。これ撃ち落としたらなんかすり抜けた。やつもスケスケでしたな。で、こっちの下は特に何もないから、こっちが、あ、で、大丈夫いいかな。あ、中か。オッケー。よし、じゃあ戻ってきたんで。また、奴が一体何を言ってくるかだよね。戻ってきたと。あ、なんか見てる。お前カドゥ持ってんのかよ。それどうする気？My apologies. ほんと失礼だと思いますよ。そのカドゥ持ってるなんて。To hunger. じゃあ売却しましょうか。じゃあ、モロー。You used to be alive. This is Lord Moroz?I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. ただただグロい。あ、違う、これは、これは売っちゃダメ。で、これは売っていい。これも売っていい。鳥の生肉はいらない。鳥の胸肉だったら欲しい。で、胸肉もな、調理にしたい、仕方次第だもんね、ほんとね。スナップは、こう、炸裂の先行だ。マグナム、ここら辺かな。Oh, you've brought in something special. そうだろ、素晴らしいものを持ってるだろ。で、ここで19万か。一個ずついけそうだな。連射速度。This simple modification can be done in just a moment. Just a moment. よし、OK。じゃあ、行きましょうか。
Wonderful adventure, wonderful adventure, wonderful adventure. あ、しまった。多分無理だよね。あーだよなー。おお、びっくりした。羊。これヤギやっけ。あーしまったー。ここ開けんの忘れてたー。やっちまったー。なんてことだ。この恨みあらさずでおくべきか。こいつにこれって聞くのかな。どうぞ。聞かないっぽい。やっちろ。うわーもうすげーくっそー。やっちまった。ムカつくー。向かってくんじゃねえよ獣襲名この野郎。くっそー。マジでやっちまったなぁ。いるか。いるね。どれ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 。向かってこいよ。どれどれどれ。おらおら、焦げろ。お前の相手なんざこれで十分だ。めっちゃ体ボコボコや。銃避けてるし、すげえ。おら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 。怖いんですよ、こいつ意外と。見た目も怖えし。おれおれおれ。向かってこい、向かってこい。直進でね。オッケー。どこだ。まだ行ってる。ほらほら。今お亡くなりになったでしょうよ。あれまだか。さすがアルファ早い。ほらどりゃどりゃ。まだか。しぶとい。オッケー。あれ違う。お尻向けてる。いろいろこれ刺さってんの。誰かが誰かを殺そうとした結果は倒せませんでした。おお、ダイナミックハグ。まだか。あ、強いね。まだだ。銃すらも避けるという。銃すらも避ける。お次。あ、撃ちました。お次は。危ない危ない危ない。まだ。青強い。青強い。どこ行った。めっちゃ苛立ってるわこいつ。じゃあ入っておいて。まあ。暴れてる時はね。ダイナミックハグをして。あ、よし行った。行ったね。よし。ああ。古の。鎌取り用の左用の山取り用。あ、そうだ忘れてた。ここにチャカチャカとしてやつ。いやー全然見せ場もクソもねえよなー。あ、普通にダメージめっちゃ食らってんじゃん。はあ。じゃあこれをくる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 、シュ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 。あ、そうか、これが手に入るようになった。ちょっと待ってね。これとこれ組み合わせで、なぜかこれでドミトレスが出来上がるという謎仕様なんだよね。あ、ここっても、一回だけ。ショーはここからだ。違うんですよ。俺が行きたいのはこっちじゃないんだ。こっちに行って、で、まだ見ぬね。こって、もう、でも、敵はもう出てこんごんすよね、確かに。こっち行って、遠回りしてる気がするだけど、そんなことは気にしちゃダメダメよ。まあ、急に出てきたとしても、なんとか、ロケットピストルでプシュッと飛ばし、あれ開けたはずなのに閉まってる。誰だ閉めて。井戸だ。はーい、出ておいでー。恥ずかしからなくて、くっさ。キーピックか。キーピックなんか5分くらいあるんだよな。で、こっち。結局トラック、あ、そうだよね。そうだよ、ね。トラクターをくぐらなくて済むよね。井戸もくぐり抜けたしね。あーはー。だらしだらし、違
違った。まだ血流れてたぞ今。あれちょっと待って、なんか拾うボタンってこなかった？気のせいだったみたい。返事がない。屍のよう。さあ向かっていい。で、ここで楽器職人をカチャコンとやって、これいつもなんかね、忘れちゃうんだよね。で、楽器。はい。カントリーロード。8日。え、これ何月？オクトーバー、なぜか英語。Happy birthday 270917。270917。OK! オープンセサミ。鋼鉄のフレスベル。1万。ここなんかあったのかな？それただのお金だけだったっけ？ここにどっかに確か埋まってたはずなんだけど、あ、これだ。あ、すいません。ダイナミックに開けすぎました。約1。そうか、あれで埋まっちゃったんだもんな。で、あと、なんかどっか開けるオープンセサミ的なやつはないか。あった。これで？全部拾え。あ、なんかあるぞ。あ、違うな。これあれか。井戸西側集落。あ、そっか。キーピックで開けなきゃいけないところがあるね。これ何？水車小屋の火薬東側集落。あれ？この中まだあるな。なんかまあ、いろいろあるけど。まあ、いいや。どうしようかな。まあ、中途半端でもうちょっとやりたいところではあるんですけど、ちょっと収録時間的に申し訳ないんですけど、まあ、ホゲータもそろそろ僕と遊んでよっていう風に言ってるんでね。まあ、ちょっとそっちを優先したいと思います。一旦じゃあデュークのところ戻ってね、終わりにしたいと思います。次回ね、基地に殴り込みというところからスタートして、あれーオープンセサミ行ってる。わざわざ戻ったのに、そんなバナナって感じだね。誰が開けてくれたの？あれかな？また、あのおばあちゃんかな？はい。ということでね、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら、デュークが一緒に葉巻を吸ってくれます。ということでね、本日の動画は以上です。さよなら。バイバイ。